立花宗茂帰ってまいったぞ。前回の総輪行祭りから5年ぶりの凱旋じゃ。我が主大友宗麟様本願の地にて豊後の皆々に相まみえることが可能だ。誠にめでたい。積層殿はわしの友人に大友宗麟様の鉄砲隊を率いて駆けつけてくださった。礼を申すぞ。こたびはわしと妻銀蝶が総輪行祭りをを支えし、応援しに筑後より参った。立花の力を尽くしたいと存じます。豊後の皆様方、お久しゅうござります。立花家初代、別鬼道雪様の娘、銀千代でござります。我が生きた戦国時代には、ここ豊後の地へ訪れることは叶いませなんだが、400年以上の時を経て、ようやく我が父、道雪様のふるさと、そして我らが主、大友宗麟様の祝祭の地大分に立つことが叶い、これ以上の喜びはござりませぬ。こたびは我が夫立花宗茂様と共に力を合わせて立花の義をお見せしたいと存じまする。祭り囃子が聞こえてきたぞ銀次郎。お前様共に宗麟様の祝宴を盛り上げましょうぞ。皆様もご一緒に手拍子をお願いいたします。はい、お願いいたします。ありがとうございます。はい、はい、はさあ、第9回総輪行祭り戦国ステージイベント、最後を締めくくるのは我ら立花家中のステージじゃ。舞台の幕開けはこれから始まる立花家で宴皆をお迎えするようこそ。当世の皆様に戦国最強の夫婦と言われる宗茂様と我銀蝶の物語をもっと知っていただくために、そして大友宗麟様、宗茂と銀蝶それぞれの大河ドラマ招致を一応、わしはここ豊後の国へ里帰りしたら、ぜひみんなに通ってみたいことがあるんじゃ。ほう、なんでございますか。わしは当世でいう豊後高田氏家系の館で生まれたんじゃが、父上に伴われて筑前へ赴いてからは450年ほどは不在であったからの。わしのことを覚えておる者がいるかどうか心配であったが、そうじゃな、こたびこうして招いてくださった。安堵した次第であるが、念のため通ってみる。強くて優しくて、優しくてかっこいい、かっこいい最高の、最高の西国無双の復活の武将立花宗茂を知っておる者は面を上げよ。あ、全員知ってるようじゃな。お前様、それでは知らぬ者はひれ伏せよと言うておるのと同じでござりまする。みなお顔を上げておるからといって宗茂様のことを知っておるとは限りませぬぞ。そういうものか。お前様、案外作心にござりまするな。
我らは筑後柳川の地を治めておった柳川藩主橘家の歴史資料をお伝えする橘家資料館のミュージアムキャラクター橘宗茂と議長姫にござりまする。我は橘家初代別姫道雪様の一人娘にして七つの年より橘山城の女城主であったんじゃ。そして我の婿として橘家に入っていただいたのがこちらの宗茂様なんじゃ。わしはその後豊臣秀吉様は九州平定の時柳川に領地をいただき柳川城の城主となった。関ヶ原合戦の時西軍についたわしは一旦領地を失い浪人の身となったが、20年後に奇跡的にまた柳川の大名として元の領地に復活し初代柳川藩主となったのじゃ。それから400年の時を経て当世の若者をよりしろとしこのように現れ、橘家資料館の活動を通じて皆様に橘家の歴史をお伝えしておるのでございます。そしてこたびは第9回総輪公祭り、最後まで宗茂様と共に、そして皆様と共に盛り上げてまいりたいと思っておりまするぞ。九州戦国史に光り輝く名門大友の同門衆行陽門の御旗のもと、総輪公を支えし名族橘の名を継ぐ者は橘左近の将軍源宗忠である。参るぞ銀次郎。お前様、太后様に西国武将と呼ばれし我の名は橘左近の将軍源の宗忠である。幼き君、橘山城主となり厳しい戦国の世を生きてもらう。修羅の場にありし闇の中にありし、橘の義をこの胸にただ一筋の道を行くのみ。13の年に宗茂様の妻となり共に橘家と両国の繁栄を願った戦いの生涯に悔いはござりませぬ。ご褒美に大家族とあった筑後柳川に13万石も賜った。早速に移らねばならぬ、支度をせよ。移るとこの橘城を立ち退くのでございますか。そうだ、しばしお待ちください。うん、どうかしら。この橘城を立ち退いて筑後の柳川へ移ると仰せになったのでございますか。何度言わせるつもりだ。私は耳がおかしくなったのか感じております。何度でもお聞かせくださいませ。その通りだ。ここから柳川に違法になったのだ。
それはどなたがお決めになったことでございましょう。知れたこと、関白羽柴秀吉様だ。九州全土で新しい国分けが行われるの。お断りなさいませ。何だと。国分け違法などご辞退申し上げてくださりませ。バカを言うな。さようなことができるものかどうかよく考えてみよう。父同説に命を懸けて奪い取ったこの立ち話を立ち退くなどあってよい話ではござりません。父がくすまの陰で泣いて婿殿を恨みましょう。確かに父上は命を懸けてこの城を手に入れた。しかしこたびは私が命を懸けて島津攻めの先鋒を務めたらばこそ仮想となり、新しく柳川の城と修行を賜ることになったのだ。同説様は喜んでくださるに決まっておる。これまでは大友家に仕える身だったが、これからは直接関白様に仕え、名実ともに大名になるのだぞ。しかし銀中が上司として父上から譲られたこの城のこと、わらわが決めるのが筋ではございませぬか。関白殿下のお国役に従うとたれば、殿下に夢を引かねばならん。それもよろしいではありませぬか。一戦交えるというのか。ダクダクと従うばかりが武の道ではござりますまい。恐ろしいこと言うなごじゃ。この城を取り囲んでいた島津が引き上げたのは関白様の軍勢が来たからだ。そのご恩を忘れたのか。それは関白殿下のお国役に従わず弓を引くとならば、今度はこの城が20万の軍勢に囲まれる。半時にうちな皆打ち死にじゃ。わらわはこの城が大好きなのです。この城に住み領内の民と共に一生を過ごしたい。我らが柳川へ行くとこの立花城と領地はどうなるのですか。井岡は小早川高景殿が筑前国主となって入ると聞いた。ここの領民を柳川へ連れて行きますか。さようなことができるものか。この地を耕す者がいなくなる。向こうには向こうの百姓がいる。関白殿下に嘆願してここは加増していただくわけには。無理を言うな。無理をおっしゃってるのは関白様です。さようだな。そなたにはつらい妹であるな。いえ、つらくなどはありませぬ。この城と別れるのはつらかろうが、関白様のご命令ではいかんともしがたい。分かっております。柳川で大名となった宗重様でございましたが、13年後、慶長5年9月15日、天下分け目といわれる関ヶ原合戦が勃発。徳川家康様を総大将とする東軍と毛利輝元様を総大将とし、石田三成様を中心とする西軍が激突。その日西軍についた宗重様は大津城攻めにあって主戦場には間に合わず、わずか1日にして味方の敗戦を知ることとなったのでございます。西軍総大将毛利輝元様に徹底抗戦を主張するも気に入られず、やむなく九州は柳川へ戻ったわしは、苦々しい思いを抱えつつ、妻院長の松宮永の館を訪れた。九州騒乱の中で同説様、常雲様、二人の父を亡くしたとき、わしは20歳、院中は18歳という若さで立花家を共に背負っていかなければならない。その厳しい時代の中、いつの間にか二人の心はすれ違ってしまったのかもしれない。しかしその夜、わしは院長から立花の儀という言葉を聞き、かつてこの言葉を説かれた日のことを思い起こした。幼い日の院長との出会いと思い出、
婿として祝言を挙げてからの日々。あの日の夜、私と宗茂様は互いの心が固い絆で結ばれていることに気がついたのでございます。しかし私たちには時間が残されておりませんでした。慶長5年10月20日西軍側であった鍋島軍は家康様から許しを得る条件として立花を打つべく軍勢を向けたのでございます。参ると申すか。お前様は柳川城に戻られて鍋島黒田勢にお渡りくださりませ。私はこの館にて加藤勢に備えまする。おなごだけで加藤清正殿の軍勢と戦うと申すか。なんというおなごだ。もはや生きてはお目にかかれぬやもしれません。これが最後の別れと存じております。お前様、人に恥じぬ生き方をなされてくだされます。それだけが銀千代の願いでございます。言うには及ばん。わしは高橋常雲の子だ。私は鬼道節の娘でございます。大分で朗読劇と工場演舞が初披露できたのは誠に嬉しい。ありがとうございました。ありがとうございました。朗読劇の原作は山本健一殿の小説マリシテン銀千代姫から脚色いたしました。そして現在ここ豊後の地では大分合同新聞にて我が主役の小説の赤髪亮殿の小説銀が絶賛連載中とのことでござりまする。お前様ではなく我が主役でござりまするからな。大分では銀鳥の方が人気があるみたいだな。嬉しいな。さらに嬉しいことに、芸術緑ヶ丘高校の美術科の生徒の皆様方が我銀鳥の姿を、挿絵として描いてくださっておるんじゃな。あちらのテントの方にもたくさん飾られておりましたが、誠に素晴らしき絵たちじゃな。そうじゃな。
赤髪領土のに赤髪領土のによる我らが今後どうなるのか非常に気になる。楽しみにしておぞ。さて銀城、わしはここ豊後の里へ里帰りしたらやっぱり鳥天は楽しみにしようた。正直鳥天、お前様昨日も食べておられましたな。そうじゃな。そして先ほど団子汁をいただきました。団子汁美味しかったな。あれは野菜がいっぱいで栄養満点で元気もりもりになりましたぞ。そうじゃな。団子汁とあのボリューム満点のお弁当2つ食べたなお抹茶もいただきました。お抹茶もいただきました。お抹茶もいただきました。もう最高でござりまするな。おいたのちはさてお前様、我らの演舞も残り一つとなってしまって本当に本当に名残惜しい。その前に2つ知らせがござる。総輪行祭りは明日までここ大分にて開催される上、南名は明日まで大分で存分に楽しんでいただきたいが、万一明日はたまたま福岡におるぞという者がおれば、その際は福岡市博物館まで我らに会いに来てくだされ。現在公開中の特別展独眼竜伊達政宗を応援するため我ら立花家中が駆けつけております。そうなんじゃ。伊達政宗様と宗重様は同い年での仲良しておったゆえ我らが応援に駆けつけるということなんじゃ。そして大分の皆様方とももっともっと親しくしたいと思っておりまするゆえ、ぜひ、我らが柳川の地へ足をお運びいただき、大友家ゆかりの、そして立花家ゆかりの歴史に触れていただきとうございまする。豊後の民と筑後の民は手を取り合って互いにエールを送り合い、共に大河ドラマ招致を盛り上げてまいりましょうぞ。ありがとうございます。ありがとうございました。最後は皆様ご一緒にもっともっと盛り上がってくださりませ。準備はよろしゅうございますか。さあ、どうぞ。死後は夢よ、ただ来る。本日は誠にありがとうございました。はい、宗重殿ありがとうございました。
銀蝶姫ありがとうございました。ありがとうございました。はい、柳川の方からお越しくださいました。本日は報道新聞にいたいまして、銀プロジェクトの中から宗重と銀蝶姫をこの会場の方にご紹介いたします。無料で取り放題でございますけれども、いつも有料だ。時間が限られておりまするからな、この度は。手を挙げてくださればぜひそちらの方を向きまするが、はい、ドキドキしてる。芝生で描いたのか。太いなるほど。